中日ドラゴンズさん、スクイズ失敗でゲッツー。はあ。ラッキー。おいおい、ドラゴンズじゃねえんだから。あ、ドラゴンズやったわ。栗林の方がしんどかったのに。ドラゴンボール。何やってんすか。コントロール苦しんでる相手にスクイズするなよ。な、中日やろ。どっちも勝ちたくないやろこの試合。お互いに負けたくて仕方ないんやな。カープの攻撃を見てるようだった。ああ、中日ドラゴンズ。スリーバントスクイズ失敗からの三塁ランナー挟殺しって何のギャグだよ。